最近京都大学数理研で発表する機会があったんですよ。で、今日はその発表の内容を話すというよりは、今までで大変だったこととか、まあ、これからの人生どうやって生きていこうかなみたいな、なんかそんな感じのことを話していけたらなと思います。結構いろんな人から僕が京都大学数理研に今在籍してるって思われてるんですけど、僕京都数理研の学生じゃないですよ。先言ってきます。僕は今京都大学の学生ではないです。まあ、この辺の話 YouTube で何もしてないんですけど、そう言われることが多いっていうのは悪いことではないのかな。ブランディング的には成功してる、まあ、そこそこすごいって思われてるのかな。これまで真面目に数学の動画出してきたからね。まあ、中にはすごく難しい内容のものもあるんで、まあ、価値が分かってくれる人には届いてたっていうことなのかな。まあ、とりあえず感謝感謝は違うかもしれないけど、まあ見てくれてありがとうございますっていう感じですね。そういえば僕のこのチャンネルの概要欄って、ただ自分を信じろの一言だけなんですよ。で、こういうのって普通大学の数学を解説してますとか、学問としての数学について話していきますみたいな、なんかそんな感じのことを書くじゃないですか。で、それでもなんかただ自分を信じろの一言っていうのはちょっとだけ意味があって、で、まあついでだからそういうのを話していこうかなというふうに思うんですけど、そもそもね、まあこれそもそもの話なんだけど、僕って自分以外の人間から向けられるポジティブな言葉がかなり苦手なんですよ。もう苦手というか嫌いなぐらい、もう自分以外の人間からの意識高い系の発言とか、勉強する時の心構えとか、なんか心を辛くする考え方とか、そういうのがね、自分に向けられてるってなると本当に苦手で、例えば頑張りすぎなくていいとか、今のままのあなたでいいから受け入れましょうみたいな、なんかそんな感じのこと言われたら何言ってんの、今のままの自分でいいわけないじゃん、今のままの自分じゃダメって分かってるから頑張ってんだけど、まあ目標なんもないお前には分からんやろなみたいな、なんかそんな感じのこと思っちゃうんですよ。これ思っちゃうんだからもうしょうがない。もう自分がこじらせてるのも分かってるんですけど、もう思っちゃうもんはしょうがないよね。僕心療内科に一時期通ってたんですけど、実際にそれ言われたからね、今のままの自分を受け入れましょうとか、なんか不安を受け入れようとか、なんかそんなさ、抽象論っていうか、誰でも言えるようなことよくそんなドヤ顔で言えるなみたいな感じで、もうバカにしてたんだけど、話なかなか終わんないから、もうふんふん言いながらうなずいてたんですけど、もう早く睡眠薬だけ出してくれとかね、なんかそんな感じのこと思ってたんですよ。で、勉強法とかで考えるともっとわかりやすくて、例えば苦しい時こそ勉強しないと何も変わらないとかも、いやみんなわかっとるわーって思いません？これ僕だけなのかな？多分僕が性格悪いのかもしれないけど、なんか人間はいつか死ぬから後悔しないように生きよう程度の抽象論をよくそんな堂々と言えんなっていう風に思っちゃうんですよね。どう頑張っても他人が置かれてる状況ってわかんないし、マインドセットみたいなものも他人に丸々当てはまるかどうかってわかんないじゃん。だから外野から向けられてるポジティブな言葉とか本当に嫌いで、もう基本的に嫌いで、もう子供の頃からずっとそうだったんだけどね。なんか他人のアドバイスとか、ありがたい言葉とか、こういう勉強法がいいみたいなのとか、もう本当に苦手だったんだよね。もうこれからも拒絶していくかもしれないし、もうずっとそうなんだけど。で、僕はそういう人間だから、ただ自分を信じろの一言にしたんだよね、このチャンネルの概要欄ね。で、こういうチャンネルやってると勉強法とかたまに聞かれて、まあ聞かれたら答えるんだけど、もう本当に自分を信じて頑張ってって心から思ってるんで、もうそういう風な返答になっちゃうんですよね。ただそのスタイルでいくと本当に苦しむんだよ。信じるものが自分しかないっていうのはもうある意味呪いでしかなくて、もうこの研究集会もそう、この研究集会にこぎつけるまでも本当に大変だったし、最初は後悔してました。どんなに計算してもどんなに考えても成果なんて上がんないし、でも自分しか信じてないからもうそのまま進むしかないし、もう自分の進む道の向こう、これがもう地獄だとしても、もう一直線に進むしかないんだよね。基本的に友達は離れていくし、でもなんかこんなことしてまで数学ってやんないといけないのかなとか、もうちょっと楽しく数学やりたいなとか、まあそんな感じのこと考えてましたね。で、これを見てる人の中には、YouTube やってる時間が無駄じゃないとか、YouTube やってる時間を研究に当てた方が良くないとか思う人もいると思う。まあ、確かに一理ある。てか、正論だと思うわ。実際問題ね、YouTube の時間を全部数学に当てたらさ、研究に向き合う時間っていうのは増えるわけだから、まあそっちの方が合理的だとは思うんだよね。でもそれは、僕が天才だったらそうやってた。僕がもう数学の世界で生きていけるのがもう確定していて、これだけ突き詰めれば幸せな人生っていうのが確約されてるんだったらもうそうやってた。でも現実はそうじゃないんだよ。本当にいつ生活が終わるかもわかんない。僕はボーダーラインの向こう側に余裕で生きる側の人間じゃない。
じゃ、まあ数学に限らずそうだと思うんだけどさ、この世界で起こってる順列付けの問題ってただのテストよりはるかに残酷だからね。 N 人の人がいて N 人全員が座れる椅子って基本的に用意されてないんだ。朽ち果てる人間ってたくさんいるし、多くの屍の上に勝者がいる、そんな感じの構図になってるよね。まあもちろんみんなが同じ場所を目指してるわけではないんだけどさ、だけどある程度ふるいにかけられてもうどこかで行方をくらます可能性、これも全然あるんだよ。だからまあ僕の生命の灯火をこの YouTube にも残しておこうと思って、まあなんかおしゃれな表現しちゃったけどさ、まあ要はリスクヘッジですよ。天才じゃないから、頭角の人間が趣味でやってる YouTube でもないからさ。しかも僕の夢って数学だけではないんだよね。なんか数学と同じぐらいやりたいことっていくつかあるんだよ。だから今自分はこんな感じになってるんだけどね、 YouTube やったりとか研究やったりとかで、そんな感じで自分の道を探ってたんだけど、もう本当に辛くなっちゃってる。もうそれは研究成果も上がんないし、発表をやらかす可能性も全然あったから、夏から秋ぐらいかな、なんか睡眠障害がひどくなっちゃって、もうなんか悪夢見るか寝れないかの二択になっちゃったんだよ。なんか体重も50キロ切るしさ、まあ、体重は今回復したんだけど、悪夢の内容もひどくて、いつものようにパソコン室で計算しようと思ってパソコン開いたら、そこに大量の虫が湧いてる夢とか、あとはゼミ中に本当に罵詈雑言投げかけられるとかね。もうなんか疲れなんか取れるわけないし、もう動悸も全然止まんないし、なんなら寝れてるだけでいいのかなって思ったりとかして、いやそれでね、ちょっとこれはちょっと話すかどうか迷ったんですけど、もう本当に追い込まれてて辛くなっちゃって、もういいやってなって10月ぐらいかな、飛び降りようと思ったんですよ。2回ぐらいもうちょっと飛び降りようと思いったって、いやなんかみんな飛び降りようと思ったことあります？あれねすごいよ。なんかね、勝手に足がそっちに行くんだよ。勝手に足が高いところを探すっていう感じ、なんか変な感覚でしたね。なんかあれ自分何考えてんだろうってなって、深夜ね2時3時ぐらいかな、橋の上まで来ましたね。いやこれすごいですよ。なんか本当にさっきも言ったけど変な感覚だったんですよ。このまま本当にでも何の成果も上げられなくってさ、もう夢とか目標とかさ、なんかカッコつけてるけどさ、もう本当に何一つ叶わない可能性ってあるわけじゃん。でそれでさ、なんか30代40代50代とか言って、もうなんかそのまま集大を晒し続けるぐらいだったらさ、もうそれだったらもう今終わらせた方がいいんじゃないかなと思ってましたね。今は思ってない。今は思ってないな。でもまあ、半年後とかもまたわかんないしね。うん。まあもう、どういう風な心理状態なのかもわかんないし、まあ、もっと悩んでる人からしたらさ、もうその程度かよって。まあ笑われるかもしれんけど、まあ僕は思ったんですよね、そうやって。で今は晴れて自我を取り戻して、まあ、こんな取るに足れない人生のくせに考え方とかダラダラ喋ってさ、でエモい感じ出した編集までしちゃってさ、まあそこまで回復してるんだけど、まあ、今後どうなるかなんてわかんないし、地獄はまだ続いてるんだけどね。相変わらず動悸は止まんなくて、もうずっと何も考えてなくて、もう夕方ぐらいからもう動悸が止まんなくなって、もうそれだけ自律神経が狂ってんのかもしれないけどね。でも心の根っこの部分では全然余裕と思ってる自分もいるんだよ。なんかさっき飛び降りようと思ったみたいな話したけどさ、なんかそんな状態になってた時でさえなおね、あなるほどこんな感じかって思ってて、前を向いてる自分もいたんだよね。これはちょっと言語化できないな。なんかもう本当に変な感覚でさ、もうすっごい雑に言うと、まあ大丈夫かなって、もう動悸が止まってない今でもそういう風に思ってるんだよね。怖いから震えているんだ、俺たちは怖いから戦うんだ、怖いから強くなれるってね。まあ今のはブルーロックの言葉なんだけど、もう本当に自分が描いている理想が相当高いところにあって、そこに全力で向かってるんだから怖いに決まってるし、動悸も高鳴るに決まってんだよ、よくよく考えたら。で前に進みたいっていう本能が自分の意思ではコントロールできないところまで潜り込んでるって考えたらさ、もう何も考えてなくても動悸が止まんないのは当たり前だと思わない？もういろいろ合点がいくんだよ、もうそういう風に考えると。そう、難しいことを成し遂げようとしてるんだから動悸なんか止まるわけないよね。もうもはやさ、今の自分よりも強くなりたいって自分の意思では制御できないレベルで思ってるって考えたらさ、不安も受け入れられる。結局さ、今の自分でいいはずなんだよ。ということで、もうみんなも頑張ろう。なりたい自分に近づくっていうのはやっぱり難しくってさ、もう胃は締め付けられるし、精神はすりつぶされると思うんだよね。でもそれだけ前に進みたいって思ってるっていうことだし、大丈夫だと思うんだよね。たださ、僕が自分以外の人間からのポジティブな言葉が苦手なのと同じように、これを見てる人の中にも僕の語ったこういった言葉がね、もう嫌いな人もいると思うんだよ。まあそういう人ともさ、もう本当にもうズーズーしいとは思うんだけど、一緒に高め合っていきたいなとは思ってる。もちろん人間だから相入れないところもあるし、べったりくっつくのは好きじゃないし、もちろん人間として好き嫌いっていうのは絶対にあるんだけど、でも共有できるところはあると思うんだよね。
ということで、もうみんなも頑張ろう。まあなんか最後毎回締めが悪いね。なんか通常動画でもそうなんだけど、どうやってまとめればいいのかもう毎回迷っちゃうんだよな。いやーなんか語ったね。なんか痛いやつになってそうでやだな。動画消したくなってるかもしれんけど、なんか散々抽象論バカにしてきた自分が今さ、そのまんま当たり障りのないことを語ってんだよ。ちょっとネタにならないぐらいのレベルでね、なんか痛い中二病かもしれんな。いやまあいいか、もうなんかそういうのも含めてね、もう僕は僕だもんね。ということでこれからもよろしくお願いします。もうこれから辛いことたくさんあるかもしれないけどね、でもまあ未来は明るいと信じて、未来と自分を信じてね、もうみんなで全てを手に入れよう。もう頑張ろうな。おやすみ。